強い人間がワールドカップ世界選手権に出るっていうふうに僕は思ってるので、まあ、このチャンピオンジャージを着れるっていう喜びはすごくありますし、それに恥じないレースをしたいと思ってますので、これからもしっかりとトレーニングして、ワールドカップ世界選手権、そしてその先にあるオリンピックを目指してしっかりと、ステップアップしていきたいです。いつもこの大会は日程がちょっと厳しいので、いつも途中で負けてたんですけど、今回はなんとかしっかり、まあ、体力面いいトレーニングができてたのかなという感じですね。まあ、本当最後もう気持ちでいいレースがお互いできたなと思います。まあ、リオ、まあ、来年もう1年ちょっとなので、とりあえずそこに向けてしっかり日本でポイントを取ってからのリオなので頑張ります。